さあやってきました札幌駅西口ヨドバシカメラ前でございます。 VTuber というね、後から当てればリアルにも出れるのよ。導入したいもんが軒並み手に入らねえんだ。 BMPCC4K も VT4 もスマートキーボードフォリオも一体いつになったら届くんだよ。次の設備投資枠が空くからそこに予算を投入することにする。 VR コンテンツ作りのための土台を整えるからつくもでお目当ての物を買いに行くぞ。何を買うかはわかる？何もゲームに使うだけじゃない。ユニティで VR やるんだったらいいグラボがあれば制作も配信も安定するだろ。つまり一番いいのを頼む。さて、先ほど買ってきたね、RTX をね、接続する前に、頑張って働いたマシンを掃除いたしましょう。クリーンアップですよ、クリーンアップ。昨年はね、ペガサス R4 をクリーンアップしていましたけども、今年はこのメインマシンのクリーンアップですね。メインマシンっていうか、なんだ、ユニティ用マシンっていうか、VR チャット用マシンっていうか、ね。よいしょ。へい。自分のケース思ったより小さいな。オープンでございます。えい。よし。今、まだ1年だもんな。まあそんなに極端に汚れてはいないっていうか、まあそのとこだよな。でもただファンのところは結構来てますんでね、ちゃんとクリーニングいたしましょう。でこれから補助電源は何個使うんだ。とりあえずこれを外しましょう。いいのかこれで。いや、いいんだよ。いいんだよ。これで。よし。大活躍いたしましたね。MSI のアーマーシリーズ GTX1060 でございます。メモリもね、6ギガあって、同クラスの中ではなかなか強いグラフィックカードだったらしいです。今でもね、使ってる人たくさんいるみたいなんで、意外にでかかったな。そしてこちらが今回の MSI Ventus グラフィックカードでございますよ。 Ventus でございます。 Ventus チョイスしたグレードはね、 RTX2080 です。なんで TI にしねえんだっていう方もいらっしゃると思うんですけどもね、そもそもまず電源が足んないです。あと予算も足んないです。そらな、予算があればな、俺だって強強なグラボにするわけですよ。おっと、重い重い重いか、確かに重い重いけどあんまり大きさ変わんないような気がすんな。こちら Ventus RTX2080、 こっちが GTX1060。 重量は全然違いますけども、長さ、おや、そんなに変わんないような気がする。むしろ縦横か、横の長さも結構スリムになってね、順当に2080の方が分厚くなってるっていうのは見てわかりますね。ただ一応2スロット半を占有するという話ではあるんで、まあ使うサイズはあんまり変わんないんじゃないかなとは思います。むしろこっちの方が横幅の長さは減ってるんで、まあインストールしやすいっちゃインストールしやすいんでしょうね、多分。これは裏面のプレートよ、保護プレートっていうんですかね。いやー、この高級感がね、しっかり感じますからね。
ね、税込み10万クラスですから、ね、そりゃそうでしょう。そんぐらいにしてもらわなきゃ困りますよ。12回で丸1年払い続けるっていう覚悟を決めて買ったもんですから、先行投資ってやつ、先行投資。ではインストールさせていただきますね。マザーボードも MSI、 グラボも MSI、 ね、MSI 信者ってわけではないんですけどもね。インストールでございます。えい、決まったぜ。そう、自宅って意外に簡単なんですよ。ケースが合えば差し込むだけですから。この補助電源の部位を差し込むわけなんですけども、8ピンと6ピン、すごいね。これまで8ピン1個のようなものしか使ったことがないから。しかーこのケーブル差し込みにくい相変わらず差し込みにくいな。ちゃんと入ってるか。入ってんな。で6ピンを差し込む。よいしょ、いいね、いい感じでしょう。さあこれでインストールは完了でございます。あとはね、起動してドライバーを更新して強強グラボを体験するだけでございます。ただ実は言うと、このシステム構成240ギガの SSD が2枚入ってるだけなんです。圧倒的に容量が足んないです。ユニティをやってるとね、アセットを格納するところがね、ものすごい消費するもんでね、ちょっと追加したいですね。追加したいですね。これはあのポータブルアレイの中に入っていた SSD です。つけるか、つけるか。そうだな、つけよう。なんとグラボの厚みが薄くなったおかげで SSD をこっちのアレイのところに装着することができるようになりました。やったぜ。お、しないと。 RTX2080 を購入したらキャンペーンでバトルフィールド5がついてきました。早速セールスポイントのリアルタイムレートレーシングの部分をチェックしてみましょう。ユニティをやっているとリフレクションプローブという反射を計算するオブジェクトがあるのですが、基本は事前計算したものを映すようにするためリアルタイムで動くもの。例えば爆発や破片、プレイヤーの映り込みは描画されません。しかし RTX シリーズではそれを難なくこなしているのが驚くべき部分。本来ものすごいマシンパワーを要するため常用するのは非現実的だった描画を自然に表現しているのは、ユニティや UE4 を触っているからこそわかるヤバさです。これはな、俺の体のシャボン玉部分に使えたらってことよ。とても性癖に突き刺さる膜の反射が得られるんじゃなかろうかってな。最大の目的は配信や収録の際にグラボキーインでフレームレートが落ちないようにするところですが、こういう細かい描画もやはり絵作りに欲しくなってくるところでしょう。さすがに実写映像とのミックスの時はうまく作るのは難しそうですが、ユニティの殴り合いや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 和解を進めれば何らかの形にできるかもしれません。未だに結構な値段のする RTX シリーズのグラボですが、今後ハイグレードが発売されたり流通次第で値段も下がっていくはずです。検討されている方は情報収集を定期的にやっておくといいかもしれません。それにあの先日 RTX2060 もリリースされましたからね。チャンスはね、しっかりと逃さずに獲得していきましょう。
やっぱり DXR でシャボン玉やるとすごいんだろうね。超すごくなるんだろうね。俺の技術力ですぐ実装できるかな。